え、じゃあ入院とかしてないの？レントゲン室か。ほんまや、細かいねんな。あ、そうや、木の枝や。枝がザリザリ言うとった。え？これがレントゲンの。え、これどうなってんの？めっちゃ古いねんけど。この機械でこういうこう繋がってて。人が見えるんじゃない？すごいな。これ何や？これがレントゲンの。うわ、虫がすごいな。 X 線って書いてんな。あ、そういうことなんやな。ここで X 線を取ってもなんか虫だらけやねんけど。この機械すごい。どうもしよう。かっこいい。カーテン閉めてほしいな。カーテン閉めたら逆に怪しいやろ。今まで会いとったのに。気にする人おるんかな。ドアノブ全部これしてバタンってならんようにってこと。ああ、これは3つベッドがある。すごいね。部屋が3つあって、これなんの？あ、そうなん。これなん？すごい。これここなんか部屋広いんじゃん。至る所にカマキリの卵はね、怖いよ。わあ、これ暗、うわ、広いな、やっぱり。広いで、ほら。あ、なんか床がやばいかも。わ、なんか怖いし。夜来た怖いやろ。これ。え？ちょっとドア閉めてごめん。消灯時間は9時なんやな。みんな一緒かな。どうしたの？ベッドとか置いたまんま。あ、なんかこれ3人部屋なんやな、全部。ね。
これドアな、ガンって言わんようにこうやってだと思うね。これここのドアノブ綺麗な、あ、なんかストーブ、ガスの換気を時々してください。ストーブなんだね。ストーブや紛れしとったな。ストーブってすげえかわいいやん。寒いねんな、やっぱり。え、なに、何の音、カサカサって言った。あ、びっくりした。ベッド汚な、なんかやっぱあれやな、こうカーテンちょっと閉めるだけで暗いな。カーオール、でっかいカーオール、これは渡り廊下でつながってんの。下のコンクリート、コンクリート、あ、これ安心。うわ、これここさ、開いてないか。蚊が、やば、外からめっちゃ見える、外からめっちゃ見える、びっくりするほど見える。大丈夫、誰もいない。これ何なの、何の部屋。治安訓練室、リハビリだ。ああ、そういうことか。下やばい、下やばい。洗濯したらあかん。あ、なんやろ。え、意外に丈夫。あ、あかん、ここはやばい。あ、かわいらしい。横にもなれますよみたいな。風がきつい。なんリハビリ、うん、まあ、それ確かにそういう診療所やったな。すごいな、この、 疲れるし横になれるしみたいな。これは何？入浴中の事故を聞かれてる。注意事項。こと細かに書いてんな。やっぱりこれ怪我とか病気の人が多いから。ああ、不自由な人が多いから。え、何？細っ、あれ何？え？発煙筒じゃない。でかっ。やったらでかいよな。消火器ではないの。消火器は細いよ。実行と思って。第一。薬事室。薬事室。足元怖いやんとこれ。下がさ。見えへん。そう、うん。あ、広い。こっちの方が広いんやな。形は似てんねんけど、こっちの方が浴槽として広く。下が結構。これで終わりなん、ここの病室の。うわ、ちょっと待って。これ何？強力ビタミン C。パンシー、大豆製薬。大豆製薬。なるほどね。
階段登れんのかな。いくつかな。あ、いけるいける。あ、意外に強いよ。これさ、かなり見えんじゃない上から。見晴らしいから。大丈夫大丈夫、山しか見えへんわ。家かな、これ。落ちたしゃべられん。住居ってこと？住居、これ料理とか出しとったんじゃない？ここで。配膳室って書いてある。狭いし怖いし。何もない、ガランとしてる。うん、何もない、ガランとしてる。平成6年。平成6年になってんな。嘘。うん。つながってんねん。つながってんねんな。あ。いや、硬いで、でも。そのまま。あ、これ正面玄関じゃない？だってほら。違う？石がゴロリンってなって。あー、でもすごい。これ、かわいいね。すごいかわいくない？ HT みたい、作り。昔の家を作ってこんな多いんだ。おしゃれやな。手すり抜けてしまってないんや。古いからじゃない。で、何、隣、ここは住居として使ってたってことなの？そういうことやな。住居なのか、それともその宿直の人が寝る部屋なのか。先生じゃなくて。先生です。わあ、かわいいね。この階段大丈夫？あ、いや、意外と失敗してるわけ。さすがやね、やっぱり。ね。ちょっとずつだから怖いもんね、こう崩れたら。すごい綺麗ねんけど。もうちょっとした床がダメになるかもね。まあ、雨上がってよかったよね。外撮影できる。
ちょっと桜ぐらいは取れるんじゃ、まだこの季節、うん、ちょっとしたさ、こういうの可愛いよね、すごい、うん、ちょっと、ね、こうレンズチェンジして、うん、アイショートもちょっといくつか取るわ、あー、いいんちゃう、こんな落雷したみたいになってんの、ここだけなんか床もめちゃくちゃや、あ、そうなんや、なんかここなのにこんな、これなんかおかしなことになって、目の錯覚みたいになってんね、しかもなんかトリックアートみたいになってで、なんか天井見てみ、六角形やね、